はい、皆様こんばんは。仏教神話研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、今年2019年、令和元年11月号の大日蓮に載りました、記事なんですが、その中に載っております、富士確認大学科比叡山京都研修旅行という記事が載っているわけなんですが、この記事の内容についてですね、検証をしてまいりたいと思います。はい。こちらで作りました、仏教神話研究会の動画ではですね、比叡山延暦寺については81番目の動画、それから京都要望寺については91、92、93の動画で取り上げておるところでございます。はい。それでですね、この、富士確認大学科の、研修旅行というのは、1年に何度かやっておるようでありまして、今回は9月9日、10日とですね、比叡山京都方面への研修旅行が実施されたと。日本仏教史上重要な地であり、日蓮大聖人が終始建立以前に遊学された比叡山延暦寺を中心とする地域を研修することによって、本州僧侶としての道念や高学心を培い、覇者顕彰、双方交付に向けた精進を期せることが最大の目的であるということで、8名の学生が参加したと書いてありますね。はい。それで、第1日目の9月9日、なんとですね、昼の12時、正午に東京駅に集合して、新幹線に向けて京都に出発と。それでバスに乗って最初の訪問地、西本願寺に行って、それで阿弥陀堂、御影堂を中心に見学し、念仏無限の訪問の様子を見て、またこんなことが またこんなこと書いてんだよね。西本願寺に見学に行って、阿弥陀の御影堂を中心に見学して、念仏無限の応募の様子を見て回ったとか書いてんだ。しょうもないっすね。何が念仏無限の方法の予想ですかね、本当に。全くね、この阿弥陀堂と御影堂見学しただけですよね。それでなんで念仏無限の方法の予想なんですか。全くもう、失礼千万で非常識なことを平気でね、こうやって、機関紙に平気で書いてるんですよね。ねえ、全くまあ、非常識な宗教団体ですね、この子もね。はい。それで次に要望寺に向かって、この京都要望寺に向かって、書道部や境内を見学した学生たちは日蓮門下の歴史や方法の様子を強く実感したようであったと。要望寺を後にした一行は京都市東山区の十本寺、安倍覚堂住職へ参詣したと。このね、十本寺っていうのは、確かに日蓮宗師の十本寺ってあるんですけども、このね、要望寺の元のですね、常如院十本寺。まあ、要するに要望寺っていうのはこの、常如院と十本寺が合併してできたわけですけども、このね、要望寺の十本寺とは関係ないんですよ。全然関係ないの、これ。はい。で、十本寺では、このね、日蓮宗師の十本寺では、安倍住職の同心により言行した後、安倍住職から十本寺の演技を伺い、学生たちは深く感銘を受けていたと言って、この第一日目が終わってるんですよ。ええ。でね、これ、ちょっとね、京都に研修に、東京から出発にするにしては、12時東京集合って遅すぎますよね、これ、第一。ええ。なんでかっていうとね、これ新幹線で行くわけでしょ?のぞみで行ったってね、
一番早いのぞみで行ったって東京から京都まで2時間はかかるんですよ。ええ。だから12時に集合して新幹線に乗って12時10分か20分にののぞみに乗ったとして、京都に着くのが、まあ、14時20分か30分になっちゃいますね。それからバスに乗って、最初の研修地である西本願寺に行ったと。ね、浄土真宗本願寺派の本山ですね。西本願寺に行ったと。あのね、京都駅から西本願寺までそんなにね、距離ないんで別にね、歩いても行ける距離なんですよ。これは仏教神学研究会でも参拝会やっておりますんでね、まあいずれ発表しますけれども、そんなに離れてません。バスで行くことないんで別に歩いて行ったっていいんですよ。で、まあその14時30分からまあバスで行って、西本願寺に着きましたと。西本願寺に着いて15時でしょ。まあ15時からその御影堂と阿弥陀堂を中心に見学して回ったと。そうするとなんだかんだ言ってまあもう16時近くになりますね。そうすると次に養母寺に行ったと。どうやって養母寺行ったんだかわかりませんけど、まあこれね、京都市内っていうのは確かにバスはあるんですけどね、京都駅からバスで行くには誠にその便利なんですけども、どっか行って次移動するときにバスっていうのはなかなかちょっと分かんないところなんですよね。ですからまあ一番もう手っ取り早いのはタクシーを使うんですけどね。西本願寺から養母寺まで結構距離ありますよこれ。養母寺って東山にありますんでね。はい。それでこのね、東山に行って、それで、養母寺に向かって書道や境内を見学した学生たちは、一連門下の歴史や法門の様子を強く実感したようであったなって書いてあるんですけども、これね、この9月と9日っていう日は、まあ、養母寺の行事が特にない日なんですよ。で、養母寺の、その、開門時間というのは、朝9時から17時までなんです。で、まあ、朝の、それは9時より前に朝の吟行やってますから、その朝の吟行でもまあ、参詣したいといえば入れます。ですが、普通の、参詣だと、9時から17時までなんですよ。そうすると、まあ、これですね、16時過ぎて、その、仮にタクシーで大急ぎで、その養母寺に行ったとして16時過ぎになりますね。まあ10分か20分かかかるでしょう。それでその養母寺さんに入って行ってその見学をしましたと。これね、まあ92、まあ93の動画で言いましたけれども、養母寺というお寺は本堂、自由にですね、本堂の中に入って参詣ができないんですよ。これはね、この本堂の隣のこの事務所、まあ、日蓮本宗の宗務院がある、この本坊ですね。この入り口の受付に行ってご挨拶をしてですね、本堂に参詣をさせてくださいというふうに言って、で、それから案内されて、この渡り廊下を伝って本堂に入ってくるんですよ。ねえ。で、そういう風にしないと入れないんですよね。で、この文面を読む限りは、ただその、境内を見学したとしか書いてないので、おそらく、こういう風に本堂の中には入ってないんじゃないかと思うんですよね。ねえ。で、入ってないと、ただ単にその、この境内の中を見学しただけだったら、開山堂も閉まっちゃって何も見えません。本堂も閉まっちゃって何も見えない。ただ建物が見えるだけなんですよ。それで、これ、なんで、
その書道部では境内を見学した学生たちは日蓮門下の歴史や方々の様子を強く実感したようであったと書いてあるけど、なんでこんなもんだって、あのただなんかそのここのとこただ見ただけだったらね、その別にその普段普通の見学者とか参詣者と変わんないじゃないですかね、これ。あの、要望寺のその中の様子を見るには、これ絶対ここ入っていかないと。この受付に話を通して、あの、ご挨拶して、いいですよと案内されて入っていかなきゃいけないんですよ。で、それをやらないとね、全然そのね、中見れないんだから、そんなね、要望寺の歴史とか中の経緯とかを勉強する機会なんて勉強することができないはずなんですけどね、おかしなことを書いてあるんですよ、ね、え、でその次に日蓮宗宗の十本寺に行きましたと。まあこれは東山区なんで、この要望寺のすぐ近くですよね。で、夜の夕方の勤行をして、それでその住職からその十本寺の演技を聞いたというふうに言ってるんですけどね。十本寺って、日蓮宗宗の十本寺の演技聞いたってしょうがないんでね。これ、だって、妙法寺の十本寺と全然関係ないんですから、これ。ええ。話を聞くんだったら、その、妙法寺の僧侶から聞かないと全然意味がないと思うんですけどね。だから、これじゃあ、研修旅行とか言って全然研修に直ってないんですよ、これ。なぜやってんだろうと、なんかこう見てて思うんですけどね。これだったら、よっぽどね、仏教修学研究会の参拝会の、よっぽど意味がありますよ。はっきり言うけど。はい。次にですね、2日目の10日、9月10日ですね。比叡山の東堂へと向かったと。東堂は、大講堂、根本中堂、文殊堂、会談院と研修場所も多く、学生たちはそれらの、伽藍を目の当たりにして大変興味深い様子であったと。中でも特に会談員は学生たちのに深い印象を与えたようだった。会談員は伝教大師の悲願によって建立された大乗会談であるが、現在では増房火事の訪問の様子が見て取ったから書いてた。あったこれ。非常識なこと書いてますね。ねえ。しかしね、ちょっとこの文面もね、なんかおかしいんですよ、私に言わせると。何がおかしいかっていうと、このね、確かにね、この、東堂、比叡山延暦寺っていうのは、前の81の動画でも言いましたけども、東堂、斎藤、伊予川って3つに分かれてるんですよ。ね、3つに分かれてて、それで、この東堂、東堂にその根本中堂とか大講堂、会談院があるわけなんですよ。で、この会談院なんですけどね、現在では増火事の方々の様子が見て取れたなんて書いてあるんだけど、この会談院も普段もう門が閉まってたって中入れませんよ、これ。外から見るだけですから。それでどうして中の様子がわかるんですか？これ中入るには絶対に比叡山の許可を取らないと入れませんよ。前にも動画で紹介しましたけれども、臨済宗南禅寺派の官庁芸家がかつてここに参拝した時がありましたね。でその時はちゃんとその比叡山延暦寺の座主天台座主の方に挨拶して、ちゃんと話を通して、それから、会談員に参詣をしてると。そのね、会談歴法という本が、前にも紹介しましたけども、その中はですね、確かにその、釈迦如来と本尊が祀ってあるというふうに書いてはあるんですけどね。実際は、これ、この、富士学院大学科の人たちが行った時は、話を通して中入ったんですか、これ。入れないでしょ、これ。うん。入ってないのに、どうしてこんな中の様子が、ゾンボ火事の。訪問の様子は見て取れたなんて、ふざけたこと書いてるんですか、これ。まあ、そういうね、このゾンボ火事の訪問の様子だとかね、
なんだこの大僧人が破釈された天台宗の密教家と権実増乱の増教人権研修士なんて書いてあるんだけど、なんで中も入ってないのになんでこんな、しかも分かるんですか。それが一つ。それと二番目にこういう権実増乱とかね、家事の方法だとかって、これ研修に行ってなんでこんな失礼千万なことを書くんだって言うんですよ、本当に。これが非常識なの。うん、勉強しに行ったんだから、ね、おかげで勉強になりましたとかって、なんか一言書くべきじゃないですか、これ。こういうね、非常識な体質を持ってるわけなんですよ、この一連宗旨っていうのはね。ねえ。それからもう一つ言いたいんだけども、このね、藤閣林研、大学科のこの研修旅行っていうのは、この比叡山の、まあ行ってはいるんだけども、東道しか行ってないのね。東道に行った後、その後神奈寺に見学に行って2日間の日程を終えて帰路につき午後7時半東京駅で解散したと。東京駅に19時30分について解散したって言うんですけどね。まあまた新幹線に行ったんでしょう。そうするとこれ2時間かかりますから17時30分の望みに乗ったと。乗ったとしますよね。で、17時30分だから、まあ、午前は比叡山に行って、午後から神奈寺に行って、それで、まあ、新幹線とトンボ帰りって、まあ、かなりの強行日程になってるわけなんですよ。で、まあ、そういう強行日程で行ったと。しかしね、このね、比叡山っていうのは、こんなね、東道だけ、言ってって、これじゃあね、中身としてですよ、普通の見学者以下ですよ、この内容だったら。うん。普通の見学者だって、これ一日かけて、東道、西道、横川って全部回るんですよ。うん、回るんです。これ回るには丸一日かかりますね。開門時間なんですけども、東道は8時半から、午前の8時半から16時30分まで。それが、西東と横川は、午前9時から16時までなんですよ。まあ、ちょっと終わりが早いんですよね。ええ。で、しかもですよ、ちょっと横川から、まあ、ちょっと離れて一番端っこに、こう、上皇院ってあるんですと、ここが日蓮修行の地として、今でもこれ、残ってるんです。で、寺院が建ってます。ここに行ってないんですよ。なんでここに行かないのっていうふうに思うんですよね。大体ここにはですね、比叡山延暦寺は日本仏教史上重要な地であり、日蓮大僧人が宗旨建立以前に遊学された比叡山延暦寺を中心とする地域を研修することによって、うんぬんと書いてあって、ちゃんとね、比叡山延暦寺で、その、宗祖日蓮が修行したんだと、ね、書いてあるわけですよ。それなのになんで、比叡山延暦寺に行って上皇院に行かないんですか、これ。これ、もうおかしな話ですよ。私はおかしいと思いますよ。しかも、ルートとしてはね、まずね、東道に行ったら、まず根本中道に行って、根本中道に参拝すると。ね。根本中道の、その根本の薬師如来像っていうのは、まあ、81で紹介しましたけども、まあ、伝教大師が自作の薬師如来像っていうのは、まあ、秘仏で、まあ、扉の奥に隠れてるわけですね。で、お前たちが立ってるわけですけれども、あとそこにある不滅の御塔っていうのがあるわけです。で、そこに行って、それから、まあ、海大院とか大講堂を回って、で、大講堂。大講堂には、比叡山で、修行した、鎌倉仏教の宗祖の像が、ずっと安置されてるんです。中に日蓮の像もありますよね。そういうところ、全然、まあ、これ、研修してないようなんですよね。で、しかし、で、西東に行ったら、この、伝教大師の廟である、お墓ですね、の浄土院があると。で、さらに歩いて行って、横川に行って、そこから足を伸ばして、一番端っこに浄土院があるんです。
だからこれね、全部回ったら丸1日かかりますよね。丸1日かかるのに、どうしてこんな強行日程で、これ午前中でさっさと終わらせて、神奈寺に行ったの、神奈寺に行って、それで、京都、もうね、夕方京都の 新幹線で東京に帰ってくるのかとか、まあ、実にこの、まあ、慌ただしすぎますね、これね。で、前も申しましたけども、この根本中堂にある、その、伝妙大師の自作の薬師如来像が秘仏になってて、で、扉の前には、その、お前たちの薬師如来像が回されておると。で、その前に、その不滅の法灯というのがずっと考えてるんですね。まあ、私もこれ、参拝見学させていただいたときに、これをモデルにしてですね、大石寺の階段の大本尊を偽作をしたんではないかという印象を持ったと、まあ私も申しましたけどもね、ここに行かないってことは、そういうところを見せたくないのかなというふうに私なんか見て勘ぐってしまうんですよ。なんかね、その階段の大本尊偽作のその元になるね、モデルになるところですから、見せたくないのかなっていうのは私なんか思うんですよ。これね、まあ根本中堂のその薬師如来像と不滅の法灯がその階段の大本尊偽作のモデルになったんではないかっていうのは、何も81で最初に言ったんじゃなくて、アンチ日蓮宗匠オフィシャルブログでもう何年も前に私言ってますからね、これ。だから、もし読んでれば、それを読んでればですよ、そういう話を知ってるわけですからね。まあ、企画した、この研修旅行を企画した人は、そういうことを、まあ、見せたくないのかなというふうに考えてしまうわけで、ありますね。はい。はい。だからそういうわけで、その全然その見るべきところを全然見てないんですよ、この研修旅行とか言って。これ名前だけちゃんとパーッと言っただけじゃないですかね、これじゃあね。養蜂寺に行ったって、その、この板本尊が祀られていて、その前に日蓮像がこう安置されてるんですよ。で、この形式っていうのは大石寺の御影堂と全く同じ。同じですよ。だから、まあ、この中を見ないことには、全く意味がないんですよ。だから、この、まあ、本坊の事務所に話を通して中入っていくと言って、実際見たら、まあ、ここは大石寺と同じだと。いう姿をね、学生たちに見せたくないのかなっていうふうな感じに、まあ私なんかは見えてしまうと。まあ、その、本当の姿を見せないまんま、形だけ研修旅行をやってる感じに見えますね。いや、そうじゃないと。本当に、やりた、研修したいんだと。言うんであればね、まだね、仏教修学研究会の参拝会でやった方がもっぽど、いた方がよっぽど意味ありますよ、これだったら。本当に全然これじゃ意味ありませんね。そういうふうに、まあ、思った次第でございます。はい。ですから、まあ、この富士国林の研修旅行を企画した人は、まあ、こういう若い僧侶に本当の知識を教える気がないんではないかなという感じが、を深く持った次第でございます。はい。まあ、こういったところにですね、ねえ、まあ、せっかく比叡山に行ってもですね、宗祖日蓮が、修行した地に浄光院を訪ねていらないとかですね、まあ、せっかく行ってもですね、その、念仏無限の様子を見たとか、天台火事の方法だとか、権術増羅だとかっていう、もうこういう悪口をですね、平気で、こういう大日蓮という機関誌に載せる、この非常識さ。で、不知音の所業であると
というふうに私は強く申し上げておきたい次第でございます。はい、本日も長い間ご視聴いただき誠にありがとうございました。またコメント、高評価ボタン、そして、チャンネル登録またよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。